はい。というわけでね、まあ、ごまごまシャドウです。<laughs> まあ、そのね、まあ、その、まあ、今のね、まあ、そのシャドウボクシングの改善点を教えていただきたいということでね、まず、あ、ちょっと披露させていただいたのですが、まあ、今回もね、まあ、ADHD ならではの、まあ、まあ、農業の取り組み方ということでね、まあ、といってもね、まあ、今回もその、家庭菜園の風景になってしまったのですが、まあ、 まあ、ゆくゆくで、ねまあ、農業、本格的に農業に取り込む、まあ、その風景とかもね、まああのまあ、投稿させていただきたいので、まあ、そのぜひね、まあ、そのご覧いただけたらと思います。ででそ、ね、まままのてす、えー、こんな感じでですね。 いろんな角度でね、まあ、これは垂直に植えてあるんですが、ちょっとね、こうやって寝,寝かせるのもありまして、で、一つ心配なのが、えっとですね、まあ、これなんですけど、これがね、ちょっと大丈夫かなっていうね、もう手遅れなんじゃないかっていうところで、ちょっと心配なところですかね。はい。今、こちらにですね、その、今、タケノコがありますて、あのー、これがね、まあその、そのタケノコなんですが、まあね、 まあこれ食べれるかどうかわかんないんですけど、まあ、とりあえずこんな感じで撮影させていただきます。はい、えー、こちらにあるのがまな、あ、すでナスなんですけど、まあね。1番座ってるやつだと。まあこんな感じでね。えっと！で、これまだね。もうあれなんですけど、ちょっともうちょっと大きくなったらまあ、収穫しようと思います。で、こっちはね。まだその身が全然なってないんですけど、まあじきにいずれ。 収穫しようと思いいますかかがだったでしょうとりあえずねさつまいもがねしおれてねちょっと心配だったりタケノコが見つかったりとね発見があったりとね今日はそれだけの動画になってしまったのですが前回もね大した動画ではないと思うんですがとりあえずご視聴ありがとうございましたできればチャンネル登録もよろしくお願いします。